若狭海浜公園は沖縄県那覇市若狭にある海浜公園。若狭緑地とも、波状宮が鎮座する波の上、ビーチと那覇白光の間、約600メートルの海岸沿いに作られた都市公園である。久米通りが公園を東西に分断しており、東側は芝生広場や若狭公園テニスコート等があり、西側は樹木が多く植えられ波の上、 ビーチと旭川丘公園につながる。2011年に、那覇市が中国、福州市との友好都市締結30周年を記念して、旅客船の停泊場所近くに高さ約15メートル、幅約3メートルの2体の竜柱の設置を当時、那覇市長だった尾長雄市によって2012年に計画され、白間美希子市長時代の2015年12月に完成した。 しかし、当初の総事業費は約2億6700万円が、最終的な総事業費は約3億3300万円に上ったこと、約2億1300万円は国からの交付金を充てる計画だったが、工事の遅れ等によって繰り越しができずに大半が那覇市の負担になったこと、中国産の石材を使って中国の業者が製作して、事業費も中国側に流れるため、 交付金事業として、ふさわしくないこと、竜柱には、中国の作法体制に入ったことを象徴する四本爪を用いていることなどという批判も上がった。ありがとうございます。